カノエリは、テレビ、東京所属の女性アナウンサー。東京都大梅市出身。小学6年の途中から高校2年までアメリカに住んでいて、現地の学校と日本語学校に通っていた。国際キリスト教大学教養学部語学科日本、語学専攻卒業後、2009年4月1日、テレビ東京にアナウンサーとして入社。 身長1 5 9トル、体重5 2 7ラム。入社同期は林勝正。先輩アナウンサーの愛内優香と秋元玲奈の WA に対し、共に血液型が B 型であるため、今年は WB と発言していた。趣味はピアノ、スポーツ、言語を覚えること。自身に曰く自信のある体のパーツは、 お尻とのこと。大学時代にアルティメットの選手として活動していた。その時の部内でのニックネームはエリソックであった。また、サッカーと新体操、陸上競技もやっていたことがある。アイススケートで軽快な滑りを見せたこともある。2009年7月25日放送の隅田川花火大会中継のヘリコプターリポートにおいてアナウンサーとしてデビューした。 中型自動車免許取得者である。またサイクリング好きであり、愛用の自転車はホワイトのジャイアントフレ。自転車漫画、弱虫ペダルのファンでもあり、劇場版弱虫ペダルでは、リポートアナウンサーの役で声優として出演している。自身には映画好きの弟がおり、弟が推薦する映画を鑑賞することがある。ファッションには無頓着な方で、着られれば何でも良いという。 先輩の秋元玲奈が自分が不要になった古着をカリノに譲渡していることを明かしているが、その秋元はカリノのファッションへの無頓着ぶりが心配になり、出勤時にカリノの服装チェックを欠かさないと語っている。2013年4月1日付でニューヨーク市局へ転勤した先輩の大江マリコに代わり、もやもや様あずニを担当することになる。もや様初登場時、 三村正和から38歳の子持ちと言われる。2016年8月11日、レーシングドライバーでスーパーフォーミュラチャンピオンの山本直樹と結婚。同年12月18日に挙式。2016年11月7日に放送開始の経済ニュース新番組夕方サテライトにキャスターとして起用され、本格的に報道キャスターへのステップアップを図る。 2017年10月2日、第一子妊娠を報告。2017年11月3日、産休に入ることを発表。2018年2月17日、自身のツイッターにて、第一子、第二子となる双子の女児を出産したことを報告した。2020年2月、2年4ヶ月の産休、育休からテレビ、東京アナウンス部へ復職した。 ありがとうございます。